あ、あ、はい、えー、今回はヘッドスパでございますヘッドスパについてのうんちくをかかっていきたいと思いますまずはヘッドスパの種類と期待できる効果についてお話ししていきますね前提としてヘッドスパは頭皮や髪そして実はね心身体と心に様々な良い影響をもたらしてくれる施術で人気があるんですよね で、そのヘッドスパにも細かい種類が分かれていて、大きく分けて、ドライヘッドスパ、乾いたヘッドスパですね。そして、ウェッドヘッドスパ、濡らしながらのヘッドスパです。はい。こういうふうな二つの分かれ方があるんですけども、まずはドライヘッドスパについてお話していきます。主な効果は、頭皮や肩のこりをほぐして、首のこりをほぐして、リラックス効果を全身に高めていくという形になります。ひいては、 目の疲労回復にもなりますし、不眠の原因解消にも効果が期待できるわけですよね。まあ、ですんで、このドライヘッドスパーをしたその日っていうのは夜っていうのはよく眠れると思います。お酒を飲んでもすぐに眠たくなるんじゃないですかねえ。特徴なんですけども、まあドライですからオイルなどを用いずに、指圧や揉みほぐしなどの手技のみで頭皮をマッサージして、 髪を濡らさないためにメイクをした女性でもそのまま受けられます。まあお手軽に始めることができるっていうのが特徴ですね。で、次。それに対してウェットヘッドスパなんですけども、まあ主な効果としてはですね、頭皮の汚れを落として、まあ、シャンプーみたいな感じです。頭皮環境を整えてくれます。髪の毛にツヤと潤いを与える。まあそういった 髪の毛の成長を促す効果もこのウェッドヘッドスパの特徴ですねはいそして特徴と種類なんですけどもウェッドヘッドスパにはさらに3つぐらいに分かれた方法がありますまずは炭酸ヘッドスパです炭酸の力で毛穴の汚れを落として頭皮をスッキリとさせます血行促進効果も期待できるんですねはいそしてアロマヘッドスパです アロマオイルの香りでリラックス効果を高めながら頭皮をケアしていくって形になりますで3つ目はこれがね私一番いいなと思うんですけどもクリームバスですねクリームを使って頭皮をマッサージして保湿効果を高めていきます髪の毛のダメージを補修する効果も期待できるのが特徴ですその他ヘッドスパで期待できる一般的な効果なんですけども まずね、頭皮環境の改善です。頭皮の汚れを落として血行を促進することで頭皮環境が改善されて髪の毛の生え際、代わり際をね、促すということで髪の毛がよく生えてくるようになるということを期待します。次はリラックス効果なんですけども頭皮のマッサージによって自律神経を整えてストレスを軽減する効果を期待しますね。それから 美髪髪効効果果いって,言って髪の毛をきれいにする効果頭皮が健康になると髪の毛に艶や腰が出て髪の毛のトラブルの改善につながるわけですよねで最後は肩こりや頭痛の緩和です頭皮と首肩はつながっているために頭皮のマッサージはそのまま肩こりや頭痛の緩和にも効果があるわけなんですよただまあここまでお話してお気づきだと思いますけども1回や2回の施術で こういった悩みが解消できるわけではありませんあくまで対処療法なんで定期的に通うことが大事ですその上で髪の毛や頭のコンディションを知っていただいて、ね、根本的な原因治療に入っていくってことで慢性的な頭の悩み肩やこりそういったものの改善に進むということになります、まあ、ですのでヘッドスパーを選ぶ際のポイントになりますけども悩みに合わせたメニューを選ぶことが大事です そのために事前カウンセリング非常に大事ですからいきなり施術を受けることがないようにしましょうどちらかというと施術1割カウンセリング9割こういった形で施術をしてくださる方と施術を受ける方との信頼関係を高めていくことが大事ですねそれからサロンの雰囲気むちゃくちゃ大事ですリラックスできる雰囲気のサロンを選ぶ、まあ、そういったことは大前提なんですけども自分の 環境に合ったサロンであるかどうかってことです。もちろん見た目もそうですし、香りもそうですし、寝転がる高さもそうなんですよ。ベッドのように高いところに寝転がる例もあれば、地面に煎餅布団の上に寝転がる例のあるところもあるんですね。どちらがより自分の普段お住まいの環境に近いかってことも大事になってきます。で、施術者の技術も当然大事ですよね。 施術者の経験や技術によって効果は大きく変わりますので、特に白帯とか黒帯っていうのがない世界ですから、やっぱりね、少年野球のファン、こういったものも、それから大リーガーも同じところにいるってことを意識すると、より施術をしてくださる方との関係をね、高めていくことが大事になってきます。そのために今はですね、 その施術をされている方がどんな情報発信をしているのかってことに注目すると分かりやすいんじゃないかなってところですね。今回は以上です。